プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。皆さん、ごきげんよう。今日は、どこにいるの？この子エイト君。皆さん、怖すぎてやばい、怖すぎてやばい。いい、みんな食べていい。もう私我慢できないから。今日はね、ピグレットのコスプレをしております。大きなサークルの中に入っております。ここね、エイト君成長していくとさ、ハイハイしたり歩いたりするじゃん。危ないのでこの中で遊ぼうと思います。はい、赤ちゃんが3人います。エイチョはピグレッチョ、全部似合うね。何着ても似合うね。遊んでる間に、はい、はい、こちら絵本棚付きトイハウスラックを組み立てていきます。はい、頑張りますよ。エイト君のね、おもちゃ収納ボックスです。もうおもちゃがね、どんどん増えてきたから、ね、そろそろ欲しいところです。あ、覗いてる。クレヨンしんちゃんです、ね、クレヨンしんちゃんの着ぐるみってないのかな。あ、ね、金太郎とかの衣装似合いそっち系じゃない。ピグレットも似合ってるよ、うん。あ、やめてください、やめてください。カメラいじんないでください。ファーサファーサ。えーちゃん、みんなにファーサしてるのすごいね。自分が可愛いってこと分かってるんだね。可愛いよ。赤ちゃんが3人いる。くすぐキッズ1号が、うん、あんたまじゃ、くすぐキッズ1号が私、くすぐキッズ3号が、うん、4号がくちゃん、うん、5号がえちゃん。そっか、そのお世話をしてくれる、あのめちゃくちゃ優しい方がひめちゃん。そうなの。ひめちゃんとおくんは寝ております。もうこのまま寝ちゃいそう、ね、寝ちゃいそう。なんかいんちゃんの隣にいるといつも寝ちゃうんだよね、私。メキコメキコ。えちゃん、ミミだ。見て見て、パパが頑張ってる横でえいちょのことをひめちゃんとおくんがお世話してくれてます。ミミパス、私はミミだ。ミミ、あ、ミミと中止だ。えいちょはさ、キキとミュウミュウどっちが結局好きなんだろう。ミュウミュウ、知らんけど、ミュウミュウのが好きなんだ。僕はキキ。私はミミだ。うま、ひめちゃん似てるね。さすがにさ、エイチョに何回もリピートさせられたからね、さすがに覚えるしかないでしょ。こちらはね、1.9×1.9m の広さがあります。イエス、結構広い。キキ抱っこする。はい、なんかキキとはチューしないんだけど。え、ミュウミュウの方が好きなのかな。キキの足食べてる。一応パルス。うわ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 。すごいね、ひめちゃん。お世話してもらってるけど疲れない？なんかむしろ、エイチョがいない方がストレスだから。へぇー、エイチョなんか疲れる。へぇー、嬉しいこと言ってくれるね。なんかさ、後ろから見た時のさ、なんか着ぐるみでもっとモコモコしてるから、キツデカめっちゃでかくなる。このフォルムがね。キツデカベイビーですね。かわいいね。後ろから見てもかわいいね。かわちいね。エイチョ、こういう服着てディズニー行きたいね。ね、いついつディズニーデビューできるかね。ね、うん、気になってる、気になってる、気になってるよ。あ、お、こっちやった。こっちね、もっとこっちね。パタパタ、エイチョ、パタパタ、パタ、エイチョ、エイチョ、奥にダイブしてったじゃん、甘えてる。ハイハイできないけど、少しずつ前に進もうとしてるんだよね、最近。大丈夫ですか？えいちょ、体重が重いから。えいちょ、何してんの？大丈夫？オークンの、オークンのなんかどこかに行きたがってる。オークンで練習してるんだ。うわ、夜だよ。あー、見えた。めちゃめちゃやん。拭かないと、拭かないと。なんかえいちょがやば、失速しちゃう。忙しい、忙しい。めっちゃ吸収。あ、かわいい。あ、
私のピグレッチョ赤い。振ってみ。こうやって。その手よくやるんだよね。ああ食べちゃった。俺もエイチのこと食べようかにゃ。私もエイチのこと食べようかに。三つ星レストランの味がしたいつもうまーとか言ってない言ってる言ってる今日はエイチはピグレットだから今日は豚肉の味ミッキー生きてる時はじゃあ何味なんだろうネズミ味じゃあプーさんはクマの肉マニクそれクマジミクの動画も